泡歯磨きあなたたちも始めたのね。やらない理由がない。泡を舌に直のせしてお口の隅々に潜む菌まで丸洗い。匂ってない？悪い気分ないだろ。口臭に泡でケアする時代が。そこまで来てる。ピュオーラの泡。よろしくお願いします。ちょっとなりが弱かった。これ。でも CM で笑っちゃう。15秒で笑すってのがいいかもしれない。はい、このカット OK です。ありがとうございます。はい、カットです。カット。素晴らしい。表情も良かったね。じゃあ今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。リアクションが前向いてヒュー、はいはい、よろしければ距離感がむずいっすね。割と下手に近めです、ね。一瞬ここまで来るときにこれ 見るとやりやすいかもしれない。こうやってそれでこのままってやると距離感わかんないから一瞬チラッと見てやると近さは食べた。さすがっすね。ありがとうございます。練習しています。お願いします。一瞬チラッと距離感。おうまい。おせーの。はい、カットです。カット。すごいいいと思います。はい、カットします。カット。いいですね。あ、飲んじゃった。セッキュー、こんばんは。よーい、スタート。最高ー。俺も最高。いいやった。よくないっすよ。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。びっくりしてる。ありがとうございます。はい、じゃあ今日これで、CM 撮影以上となりますので、ありがとうございました。ありがとうございます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 。いやね、これびっくりしたよね。びっくりしましたね。いや、これまさか僕らかって思いましたけど、うん、ね、僕らじゃちょっと不安かなってありましたけども、うん、これはもうマツコさんが僕らをこう選んでくれたんじゃないかなみたいな。いや、そうでしょう。うん、マツコさん多分俺たちのこと好きだと思う。本当に？いや、それだったらめちゃくちゃ嬉しいね。だしね、こういうのは言ったもん勝ちだよ。マツコさんは俺たちのことが好きです。好き。あ、どうもありがとう。そうですね。もうなんかもうペコパらしさがやっぱりこう出てんじゃないかなっていう感じはしたよね、うん、特に僕は激しく頭を振らせてもらって僕は泡になるんじゃないかと思ったよ。すごいね、もう1000回ぐらい振ってたね、うん、いつもは風になりたいっつって頭振ってんだけど、うん、今日は泡になりたいと思って。あ、結構シェイクしてたね。そうね、うん、よかったと思う。そのままシャバシャバって泡になる俺が見れるかもしれない。どうもありがとう。おー、やっぱりね、うん、清潔感もあるしね。そうだね。やっぱ女性からしたらやっぱちょっとこれモテちゃうんじゃないかなみたいな。例えば女性を虜にしたいよね。そう、例えば女性を口説くとき愛のある言葉だったりするけど、うん、これからはもう吐息で口説ける時代が来るかもしれない、はあ、落ちてる。どうもありがとう。いや、全然でした。そうですね、やっぱりこういうお仕事させてもらってるんで、まあ、1日2回ぐらいはしちゃいますね。まあ、あとご飯食べた後、お弁当食べた後とかはもう基本的に歯磨きは絶対しますね。なんだろうね、あの
ちょっとやっぱテレビ出させてもらうようになって、外出するときにちょっとお恥ずかしながらマスクもするようになったんですけど、うん、あのマスクのこの中でたまに俺の息が充満してて、それが入ったときにちょっとクセッと思ったことあったんで、はい、いや臭いですね。なんてこと言うんだよお前。やっぱタバコとかも吸いし、うん、なんか多分自然に臭いんじゃないですかね。それでも僕もありますよ。やっぱ前の日酒飲んできたのすぐ分かるんで、やっぱ。あー、僕は本番前とか楽屋出るときにちょっとよしみたいな、こう行くぞみたいな、なんかそういうちょっと気持ちをパッとこう言葉に一言出してから行くみたいな感じはあります。僕はやっぱ垂直ジャンプとストレッチですね。これやっぱなんかあるときよく最近やるんですけど、これ僕どの辺まで入ってます？この辺までですか。じゃ垂直ジャンプはよくね、こう一回消えますね。ピオーラかぶってるなら俺がジャンプの角度を変えればよかった、ごめんなさい。まあジャンプしたりストレッチしたりこんな感じですね。あ、体よく使うんで、どうもありがとう。いや本当に簡単にできるんで、やっぱこういうタイプがあるっていうのはすごく便利だなって思いましたね。優しかったです、泡が。泡の優しさをベロで感じることができました。皆さんもピオーラ使っておくんなまし。ピオーラの泡、いや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 そう泡。皆さんどうもぺこぱです。いや今回ピオーラの CM に出演させていただきましたが、ね、まさかね、口臭ケアにこんな新しい歯磨きのやり方があるとは。そうだな。いや舌に直乗せする時代がもうそこまで来てる。ピオーラ泡歯磨き悪くないだろう。みんなも泡歯磨き使ってね。泡泡